先生、どうしたらいいですかね、今後、はい、上手にこのパチスロと付き合うには。今、今日これだけ打っていただいて、どう思われました、パチスロに対して。いや、あのね、なんかこう、あるんですよね、その、うん、揃う時っていうのが、うん、はい、それがこう来ると来るまで、なんかこうまとまって、例えばボーナス引いたりすることもあったじゃないですか、うん、逆に最後の宮本さんみたいに、ずっと変何も揃わなくって、うん、どんどんコイン飲まれることだってあるわけですよ。ありますよね。ある時に、そういう時にやっぱり熱くなっちゃったりするんですね。普通に初心者の人なんか特にそうです。周りが出てたりすると、横で飯尾さん出てる時、ちょっとなんかイラ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 って若干してたような、今見裏けられたんですけど。でも最初冒頭お話したように、パチスロっていうのは大人の遊戯です。はいはい、はい、だから全て自己責任。いっぱいお金使うのも、うん、それから遊ぶのも全て、うん、自己責任でやっていただければと。それと一つ重要なのは、はい、私いろんなパチスロ打ちて見てきましたけど、はい、使っちゃいけないお金を使った人って大体後でとんでもないことになってます。そうですね。家庭不和とかね、私たち20代の周りもね、家賃に手出したりするそうなるとそういうのあります。そうかそうか、自分の生活を壊すことになるんで、パチスロは無理なく自分の遊べる範囲で。そうですね、懐具合と相談して、はい、それ非常に重要です。特に今昔と違ってですね、低価値のパチスロとかもあります。低価値、つまり、はい、今通常1枚が20円が1枚5円とか、4分の1値段が安い。だからそう、ね、その分いっぱい遊べるんです。同じ、うん、4倍ね。そう、4倍遊んで、遊べるという、そういうのもありますからね。そう、だから自分の懐具合に応じた遊び方をやっていただければと。そういうふうに、はい、そうですよ。あと私のね、20代30代の頃の経験アドバイスですけども私は経験しなかったんですけど、変な色のカードは作っちゃダメだぞ。何ですか、変な色のカード。もうどこの会社だよっていうのは、あれはあそこまで出ちゃダメだってことですね。魔法のカードは身を滅びます。ないですか、そんなカードは。いやいやいや、そんな魔法のカードがないですもんね。なんだ、そうだ、本当に宮本さんがビュンビュンね、マウンドに投げてる頃で、そんなクズなやつ。あ、そうなの。変なカードがある。変なカードがあるんですよ、そんなのがね。首が回らなくなる。回らなくなるカードで、本当に芸人をやめなくちゃいけないやつらたくさん言ってきましたから、続けられなくなっちゃったって。だからそんなのじゃなくてね。変なカード持ってるの？いや、俺は持ってなかったです、俺は。持ってないからこそ今こうやって売れてるんですよ。いやいやいや、本当に。いやいやいや、持ってなかった。だから皆さんね、本当に、はい、先生が言ったように本当にですね、自分の懐と上手に、はい、上手に付き合って、ね、これ大事なことですよね。はい、終わってからですね、こういうパチゴさんの角を曲がったあたりでコースをするような感じにならないように、はい、公園でぼーっとすることないようにですね。はい、大事です。